きまでのカカロットじゃない。こっちだぞ。とうとう限界の壁を。でも乗り越えなかった。サイヤ人。サイヤ人が一匹たりとも生かしてはおけないよ。バカだね。おとなしく震えてりゃよかったのに。かもな。生意気だよお前。それにしてもあいつらの凄まじい気だけでも潰されてしまいそうな。うわっ、うわっ、うわ、なに、フリーザー、本気でやった方がいいぜ。こいつこそ貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。そうだ、あの最強の戦士スーパーサイヤ人だ。フリーザー、もう貴様はおしまいだ。ザーナー、見やがれ。知ってたはずだろ、僕がくだらないジョークが嫌いだってことをさ。ベジータ、よく聞け、カカロット。俺や貴様の生まれた星、惑星ベジータが消えてなくなったのは巨大隕石の衝突のせいなんかじゃなかったんだ。心臓を貫いたのにしぶといね。話はまだ続くわけ。俺たち以外は全員殺された。貴様の両親も俺の親である王も。頼む、フリーザを倒してくれ。サイヤ人の手で。ベジータ、このようにされちまったな。悔しくてしょうがねえんだ。こんなこと、できれいだったけど、サイヤ人の誇りは持っていた。オラも少し分けてもらうぜ、その誇りを。オラ、急育ちのサイヤ人だ。おめえたちに殺されたサイヤ人たちのためにも、このナメック星人たちのためにも。何、おめえはぶっ殺せ。僕に誇りをつけたのは親以外では君が初めてだよ。君は強いよ、まさに驚異的と言ってもいいほどだね。そいつはどうも。一応最後に聞いておこう。どうかな、僕の下で働いてみる気はないかな。冗談じゃねえって。オラがそんな申し出受けっと思うか。そう言うとは思ったよ。サイヤ人という連中はバカと言っていいほど大した自信がねえ。だが僕は気づいているよ。君は本気で戦うと言っておきます。まだかなりのパワーを残していると。そいつを考えに入れても僕の計算では
約 50%、 つまりマックスパワーの半分も出せば君を宇宙の塵にすることができるんだ。楽しかったよ。こんなに運動したのは本当に久しぶりだ。なんてやつだ。何かするつもりだ。元気玉だ。ゴハン、クリーン、貴様らの残った木を俺によこせ。さっさとよこすんだ。なんだあれは。まさかエネルギーの塊。あんなのを上空で作ってやがったのか。どこにあんなパワーが残っていたんだ。とうとう映えちまったらしいぜ。さっさと元気玉とやらを完成させちまえ。すまねえ、集めに時間がかかっちまうんだ。こいつのデイジャクティンだ。フリーザの野郎、もうしっかり頭に来てんのか。Come on, come on.